形にとらわれるのではなくて、なんか効率のいいターンっていうのを今年は気にして滑ってたと思います。特にスノーボードの、まあ、基本となる3つの要素があると思うんですけども、角付け、荷重、ローテーションっていうのにちょっと一度原点に戻って、ちょっと効率を考えて滑ることが多かったです。でそのまだ順番を気にして、一番に来る角付けっていうのをどう作っていくのかっていうのを考えていったときに、やっぱり